南洋拓殖株式会社は、かつて大日本帝国の委任党治療であった、南洋軍島パラオ諸島コロール島に本社を置いていた企業、通称は南拓。1936年11月27日に南洋拓殖株式会社令によって設立された特殊会社で、特にミクロネシアでの開拓事業を推進した中心的機関であった。 第二次世界大戦終結時のポツダム宣言の受諾に伴い1945年9月30日に閉鎖期間に指定されて解散した。南洋拓職は1935年に拓務省が立案した南洋軍等開発10カ年計画に基づいて翌年発令された南洋拓職株式会社令により設立された国策会社であり、 株式会社の携帯を取った。本社は南洋群島のコロール島に東京事務所が東京都麹町区丸の内1の8の1日本工業銀行ビル6階に置かれた。南洋群島開発10カ年計画では、それまで南洋共発、株式会社によって主導され、製党業に偏っていた同地域の産業構造を見直した上で、外南洋への経済発展、 移民拓殖事業の推進、熱帯産業の実験地としての南洋軍島の活用を掲げており、南拓はそれらの事業の担い手として期待され、設立された。1936年7月29日に、東京市芝区三田公運町の拓務大臣官邸において、南洋拓殖株式会社設立委員会が開催され、同年11月27日に設立された。 資本金は2000万円が用意され、最大の株主は、南洋町であった。商法においては、社債の総額派払い込みみたる株金額に、超ゆることを独すという規定があるが、南拓の社債発行の上限は、同じ国策会社である台湾拓殖、カラフト開発と同じ、払い込み資本金の3倍であり、商法の規定を無視する特権を有していたが、これは、北市開発。 中止な進行の5倍東洋拓食、満州拓食の10倍と比較すると少なかった。先行した南洋強発はその業務の一部において国策を遂行したがあくまで民間企業であり、南拓は半官半民でありながら国営企業であったことが大きく異なっている。経営は拓務大臣の管轄下に置かれ、社長は拓務大臣が任命したが経営には 海軍軍人、国会議員、東洋拓殖や南洋強発の関係者も加わっていた。太平洋戦争終結後、連合国軍最高司令官総司令部により1945年9月30日付で、外地並びに外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖に関する覚書における閉鎖機関に指定され、南拓は閉鎖機関保管任委員会の管理下に置かれて、 解散した。南宅は、業務として、臨口探掘事業開運、土地経営、宅職移民、資金供給、定期預かり金を掲げており、主たる事業としては、宅職事業の促進、南洋進出企業への資金供与、宅職移民事業への支援を通じての外南洋への進出促進が挙げられる。移民事業においては、南洋町の指定する、 植民区各地及び自社事業への移民の導入、南方開拓地の農業指導者養成のため、埼玉県北足立郡与野町の農民行動館及び、ヤップ島の南拓定身帯道場での教育及び実地訓練が挙げられ、拓殖事業においては、南洋町が経営していた林鉱石、防機サイトの最高事業を継承し、ファイス島、エボン島、ソンソロール島、アンガウル島、 バナバ島での再興を行っていた。資金供給、定期預かり金に関する事業として、金融事業も行い、南洋軍等唯一の日本銀行代理店としての機能を果たした。また、現地においては、農業、航工業、水産業、運輸業、新聞社への投資及び子会社の設立を行ったほか、外南洋の政治、経済調査も実施しており、この内容は、 南洋拓殖調査資料にまとめられている。太平洋戦争開戦以降は、南洋共発とともに、軍の特殊事業への協力を要請され、また、オランダ領東、インドやニューブリテン島における軍からの受託業務が中心に、なっていった。礼、ありがとうございます。